反対の出番よ。もうちょっと次よ。はい、三村さんの立ち回りを、はい、ああいう風にダッシュをねちゃんと止めてからムーンがあるんで止まったら負けですね、誠も。そう、ヒューガーでまだチェスト食らった後ムーンサルトの暴れがあるんで他キャラよりは若干誠の行動を制限しやすいという。ああ、でもだいぶ YSB のペースになってますね。低空ボディ、ちょっと近寄りづらいですが遠距離からチクチクやってって聖中の圏内まで持っていくと。さあガードジャンプうまい。まだ壊しチェスト聖中では死なないので、あ、これで死にますね。聖中を使うプランを立てるかチクチク作戦でいくか。あ、やっぱハンマーがあるので怖いですね。おっと強気の唐草。あー、大安定の中盤正中戦、甘えないです。まあ、ヒューゴ側はね、その誠のゲージ溜まるまで追いにくいっていうところでいきなり前ダッシュするっていうこの裏切りが、ね、ありましたね。さあコパンから唐草をムーンで割っていく。さあここはちゃんとガードできてお釣りは前ダッシュ唐草。はい、大パンチェスト、大チェスト、中チェストでもいけましたね。これはミモラがだいぶ優勢ですが一気に端まで持ってってパッチンパッチンパッチン。さあちょっとハマっちゃったか勢いが。ああ、ここで移動から草で大パンチェストです。 EX は出さないか出なかったかどっちかは分からないが、もう聖中がたまりますね。ああ、うまい。さあこれまた安定の大パン聖中やっぱね、くぐりから草うまかったっすね。さあ大将は、よもだ対早尾となりました。あ、安定感がありましたね、みもらさん。あそこすぐやんの一回ストップで、ハルさんちょっとメンテするには。さあでも大将早尾これは面白そうですね。またみもら対早尾とハンマーマウンテンと戦った後にギガスですからね、ミモラも立ち回りを変えなくちゃいけないです。まあ、お互い見てからやってくるぜなんでちょっと楽しみですね。まあ、開幕一発目はミモラがファーストタッチから前台パンチで、とここはちょっと出なかったか。おお、フォローが効いてますね。唐草かと思いましたがちゃんとコパコパで、ああいうところが上級者です。さあミモラがゲージ作るのが早くてもう正中線が溜まったので早い段階で一発打ってもいいし、まあ正中の圏内まで体力削るかどうか迷うところです。そう言ってる間に早尾の方もギガスが溜まりましたね。むしろ向こうはもう正中、おお、ここでいきなり前ダッシュギガス。そういう場面じゃなかったが裏切りというか緩急入れた溜まった瞬間でしたね。今猛獣のような攻めを見せました早尾。さあ1ラウンド取るとやっぱり取られた側は若干苦しいが凄まじい攻めの速さで、さあで大パン、あ、ここの読み合いがねヒューゴちょっと厳しいんですがとりあえず1回しのいで、ただミモラが落ち着いて橋攻めをキープ。さあ何食らってもスタンまでもうリーチですね。コパンコパンが意外と機能してますね。さあピオラせたいが早尾が見てから投げる、ダッシュを見てから投げて、さあまたちょっとギガスのゲージが溜まりそうな雰囲気が出てきましたがどうなる。立ち受け、ここはね誠は近寄らせたくないんで、おっとダッシュダッシュダッシュと。さあ早尾のダッシュが凄まじいやつがある。でもダッシュから草を通していくミモラすごいっすね。あそこでダッシュから草通すとはなかなか勇気が。さあもうお互いフルゲージのファイナルラウンド、あ、お疲れ様です。あ、から草大パン X チェストで一気に画面端まで持ってってスタンチも3割。さあこの位置をキープしながら正中線を作っていくところを早尾はどういなしていくか。あ、ちょっとここも前ダッシュうまいですね。判断、あそこで回してる。
もうここで裏切りのまた前出しガラクさん。あーここ超上級者の読み合いで大パンチェストからもう一回ガラクさ。さすがミモラといったとこでしたね。おめでとうございます。さあうんこ太平さん帰ってこないですが、あ帰ってきました。太平ちょっと一目の若干決まりな。あー了解。